しかったな。いや惜しかったわ。まあダルマイズゴットには勝ったからいっか。ダルマイズゴットダメしたの？ダメしたダメした。ザバー。えいえいえいえ。ドンマイドンマイ次があるよ。はいはいはい、なんかガキがなんか声聞こえるな。ダウンしてるから聞こえないかも。あれ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 、届かないなここまで。おい黙れ。おいおいナッパ言うな。おいやま黙れね。ちょっとさ初心者頼むって。黙れガキ。はいガキ、はいガキ、ダウンしてる。一人だけ警察でダウンしてる。一人だけ警察、一人だけダウンしてる。バカバカホーガキボキャホー。毎回刑務所なんだよ。え結構メンバーいるし。が良かったりしない。いや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 、刑務所ってあれやん、みんなで反省会とかする場所やん。あそうそうそう、反省ないもんだって。反省ない、またダメだったねで終わりだもん。次はいけるよ。反省してる暇ない。チャレンジ数は多分君たちがダウン。うるは見逃してくれ。見逃せない。うるは見逃してくれ。頼むよ。それ置いて、おいそれとか言うなよ。人だと思ってないだろう。ウルハあいつ鬼だぞ。頼む。おいこっち来んなよ。おいこっち来んな。お前お前さ、なんで毎回いいんだよ。お前黙れ。もう何もねえから取るもん取れよ。おいまだログインしてから。あお前さ、お前やめろよ。位置調整すんなよ。お前ガキか。脱粉剤でプラス50万やな。お前クソガキや。やばい、うんこ蓋しやな。これ蓋すんな。10、おい持ちすぎ。おいやめろ。おいやめて。全部取られた。銃刀違反、公務執行妨害、してないもん。 NPC 殺人罪の誘拐拉致監禁罪からの、違うわ、プレイヤー殺人未遂からの15等からの無断刑務所うんこ脱粉罪。お前それお前市場だろうが。900万になります。お前ボケやめろ。ちょっとこれ1回、はい、どんまいよ。あ、オッケーオッケーです。あ、こっちかの方がいいです。670万ね。はい、じゃないじゃん、あの横のうんこ脱粉罪さんは、ね、金太も逃げてないから。怖い、ちょっとあの呼び方エグくない？あ、え、うんこ脱粉脱獄罪。やばいやばいやばい。すごいな。重ねて。フルコースですか？通知来れてる。おお！脱獄罪で逮捕します。いや今のは違うです。何かに何かに引きつ。900万か。おいマジかよ！うんち関係ないだろそれ。一回聞いてみるわ。もしもし。あ、もしもし。バニラさん、さあ、お金に困ってない？お金にはまあ、あってはないですけど。困ってないの？欲しくはありますね。ちょっとさ、あんま触れないか。あんま欲しいな。いくらですか、じゃあ。80万1個。ああ、なるほどね。どう今の価格いくらなんですか？ブラックマーケットで買うとめっちゃ高いんですよ。はいはい。で、制作だと50万なんですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、はいはい、80万でどうすか。あー、無理。もう無理って言われた。はい、もしもし、ウルハ、金に困ってないか。金には困ってないね、一応。もうバカバカ。うるせえ、バカ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 。あいつ困ってね。困ってるやついね。アリケンさん、もしもし、もしもし、アリケンさん、どうしたんだい。ラプ様だよ。どうした。今お金に困ってない。俺はお金には困ってないな。もうバカこの野郎。いくらぐらいの金の単位だそれは。あのちょっとやっぱ犯罪者じゃないですか。アーマーがありなくて、ちょっと売ってほしいなみたいな。あーなるほどね。あのね、ちょっと待ってね。ちょっとこれを。最近ね、ちょっとバレ始めて。やってんか？やってんのか？すでに。いや、そんなことできるわけないだろ。いや、そうだよな。まさか正義の。あーまーまーって渡せるわけないだろ。正義のアリケンさんがね。おバニーよ、舐めた電話来てんだよ。おい、取り繕ってんじゃねえや。お前、アリケンさんがアーマーなんて渡してくれるわけないよね。そうだよ。そんなことしてるわけないだろ。そうだよな、アリケンさん。まさかまさか、そうっすよね。ごめんごめん。ラプ様のギャング弱いからいいんじゃない？バニラてめえ。いや俺もねちょっと思うんだよね。俺もおいハンデでいいんじゃない、私でも。ねえそんなこと言って
これから犯罪するけど成功したらお前らバカにすんじゃねえかんな。やってみろよ。これから犯罪するもん。あのネタギャングブリーフ集団でしょ。どうぞ。おいブリーフそれは間違いじゃないけどネタじゃないから。知ってる間にあそこであのニルさんしかヘリの運転できねえらしい。おい白バンタもできるもん。打ち合いもニルヘリもニル。おいうるせえよ。でもそのニルを従えてんのは誰かわかるかな。ラブ様です。まさかうーパブちゃんだ。はっういうい、ういうい関武者くんさ。あ、すみません誰ですか。おいラプ様だよ。ラプ様お前ふざけんなよな。君お金に困ってるよね。はい、いや全然イージー。いや知ってるよ。まあまあまあ何何何なんかあんの。うんあのさアーマーって知ってる、うん、アーマー知らない。ボケバカ。ブースはやばいな。おおいブスなわけないだろ。 VTuber だぞ。それは確かに認めてやる。おいバカなんだよなお前な。おめえがバカだよ。アーマー売れよ。アーマー着ても意味ないだろ。だ黙れよね。お金の無駄だろ。違うのね布着れないから売ってくれよ。アーマー売るだ。売ってくれよ。押収品であったらまあ売ってやってもよかったけど押収品ないんじゃないかな。なんだかんだアーマー着てるからみんなそのまま。1枚80万円で買うよ。1枚80万。でもアーマーない銃とかなら押収とかもあるかもね。ねえ銃じゃなくてアーマーが欲しいの。アーマーなくちゃ。あーもうバカ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 お前アーホアーホボケバカバカ。はい、いやー、アリキューさんしかおり、今アリキューさん、おい、バニラどっか行ったかって聞いてみる。おいおいおい、もしもし。おじか、バニラどっか行ったか。バニラどっか行ったね。どうすか、アーマー。ダメ、もうさ、実はね、みんなに断られちゃったの。アーマーなんて来てもどうせ勝てないだろうって断られちゃった。ああ、そういうこと言われちゃったんだ。うん、言われた。本気で欲しい。本気で欲しい。ちょっとさ、そっちの親分と喋らせてよ。あ、打足日記はね、今メイド服着てストファイやってるから、ちょっと今は無理かもしんない。絶対言いふらすのよ、でも。絶対言わない。絶対言わない。絶対言わない。だって疑われてるんでしょ。疑われてじゃあ、うん、こっちの親分にも言っとくからじゃあお願いします。あかりあかりあかりなんか待ってるよ。いやアリキューさんがね売ってくれるかも。さすがっすらもさないですよ。でも絶対内緒ねって言われた。今なんか北書がめっちゃ疑われてるらしくて流してるからでしょ。そうそうそう誰にも言っちゃいけない内緒だよ。オッケーオッケーオッケー。うん、いやまだ大丈夫。俺がトップ1かもしれない。どうした。まずい。ちょっと待って。うわ、なに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 、なに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 、なに、落ち着け落ち着け落ち着け、静かに見る。お前どうしちゃったんだよ。見る、今までありがとう。はおい、重力の操作ちゃんと。お前どうしたんだよ。やべえ、なにこれ。結構落ちたら死ぬの。何？見たよ、ライブみたいなやつ。バロランのやつ。あーはい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 。え、あ、聞きたいんだけどさ、うん、あれ、うん、本当に君なの？ねえ、実はなんと我が輩なんですね。そうなんだ、ちょっとあまりにもキャラが違いすぎて。びっくりしちゃったんだよ、ね、一応あれが本職なんだよね。あれが本職なんだ。あれが本職なんだよ。そうなんだ。そうそうそう。いや、よく言われるね。いつも偽物だと思われるけどね。実は、そう、私なんですね。俺は今、これも偽物だと思ってる。おーい！俺も悲しいっすよ、誰もエペックスやってなくて。いや、ちょっと帰ってきてないね。エペックスやろうよ、じゃあ一緒に。やるか、やろうじゃん。いいよ、やろうよ、やろうよ。久しぶりだよ。あははは！おい！本田先生に、用意してもらうわ。ライブ 2D を。あー、いいよ。あ、いいし、いいよ。下絵描いて、姉が動かせるから。姉が強っ。最強の兄弟じゃないですか。いいじゃん。なんかマンタ先生もう本当にね漫画家なの忘れちゃう。一昨日までめっちゃ原稿やってました。えんら。いやなんかストリーマーだと思っちゃうもん。めちゃくちゃ上手いマンタ先生。本当にエックスも仕事もして配信もして偉いな。いやあんたもすごい、あんな踊れるなんて見直しちゃったよ俺。いやありがとう。あれねもうすごい大変だった。大変でしょあれ。すごい。でもねダンスもそうなんだけどやっぱね歌が大変なんだよ。歌だってあれだったよね、うん、英語とか韓国語とか。そうそうそう。なんかボーカルの先生がいるんだけど、うん、もうその人にね怒られながらね練習してた。怒られるんだ。いやそう何時間も怒られますよ。そう何時間もやるのよ。頑張るね。
すごいね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。スノワロタ。はぁ、なんだやつおい、てめぇ、いちいち掘り組んでバカガキがよ。おい、ガキ、いいだろ、別に。てか、ガキじゃねえし。そうやってね、そうやって煽ってくる方がね、ガキなんだよ。吠えてて、かわいいね。おうぜーうざいよ、あいつ。オッケーオッケー。あ、ごめん、ちょっと電話来たわ。ういういうい、誰ですか？おい、ガキ、こらあ、なんか、うん、ガキから電話来たんだけど。今から3億返済してやるから。え、マジで？あ、集めてやってよ、3億。お前、金、え、綺麗な金？まあ、ああ、いいよ、トムだよ。いや、ハーフでもないな。あ、9割。ああ、結構。クオーター、クオーター。いい、いい、いい、全然すげえじゃん。今から返すから3億でもう頑張って犯罪しろ、バカだれ、ツノガキ。いやー、でもね、負けちゃったからね、ダルマイツゴッド君は、チンチロで。あ、いや、いや、ちょっと、あ、いいかな、いいかな、いいかな。じゃあ、頑張って、ギャング。はい、はい。ありがとう、バイバーイ。あ、あ、あ、くそっ。振り込まれんの？うわー、やべー、やばい、早く ATM に行かなきゃ。え、ATM はどこだ？やべー、あいつマジで返しやがった。あいつやべーよ、本物だ、すごすぎる。すごっ、僕やったよ、ちょっと感動したよ。なるほど、ありがとうね、いつも。おい、てめえ来んなよ、お前さ。おい、下打ちやがら。お前意味ねえだろ、お前来る意味ねえだろ、ここ。入れよ、お前。うつれー、なんだあいつ。お、あいつ、マイカー。